はい、やっていきましょう。エレッシャの実況です。社長は街の様子を写真撮りたいと思ったことありますか？写真撮れんの？ゲーム中にスタートボタンを押すとゲームの進行が一時的に停止されポーズ画面となります。ここで L ボタンを押すと下画面を、 R ボタンを押すと上画面に映っていたものを写真として保存することができます。 SD カード内に保存されますのでいつでも見ることができますよ。写真残しておきたいシーンがありますが使ってみてくださいね。ということで、やっていきましょう。前回はちょっと線路の方の拡張なども行いました。なんですけれども、ここの駅がずっとできないな。どうしようかな。こっちをもう一個拡張できるね。よいしょ。オッケー。どうしようか。ここら辺もう一個駅作ろう。多かったな。よいしょ。で、ホーム長で、これで OK かな。貨物範囲が、そっか、こっち届かないかな。よいしょ。あ、届いた、やった。結構余裕だったね。こんな感じでいいかな。そうすれば、こちら辺も少し、次第届けられるんじゃないかな。で、線路の方で、こっちの運行計画で、これかな？全部下ろす。営業時間設定まだだったね。9は1,2,3,4,5,6、こんぐらいでいくかな。目標の人口1万人に向かっていい人は増えてきましたか？この島で使える機能は全て紹介が終わりました。これから12島の開発を進めてくださいね。住みやすい街を実現するためには利用しやすい交通が不可欠ですよね。この島にはまだまだ交通の不便な場所が多く、鉄道路線を拡張していく余地がたくさん残っています。これまでにご紹介した機能を利用して、鉄道路線を拡張し、島の人口を増やしていってください。多くの駅を建て、たくさんの列車を運行させるようになれば、駅の、島の人口も勢いよく増えていきますよ。ってことで、どんどん開発していきましょう。ついにチュートリアルが終わったみたいですね。資材の状況は時々確認されていますが、資材置き場には十分な資材が常にあるのが理想的です。駅周辺の発展には資材が必要不可欠であり、建物は資材を拡張費して建設されるとご説明しましたね。多くの列車を起こしていても街が発展しない場合は、資材が足りていない可能性が考えられます。時々、資材置き場に十分な資材があるか確認してみてください。島の西側に資材を生産する資材工場があります。資材が足りないときは、ここから資材を輸送してみてはいかがでしょうか。そうだね、どんどん駅を建てて、どんどん街を発展させましょうか。なんか資材が全体少ないな。どうした？ああ、ここがもしかしてあれなのか。置きっぱっていう設定になってないのか。運行計画で、ここの駅はどこだっけ？これかな？あ、違かった。こっちか。ああ、ほんとだなってなった。積み下ろしだとね、あれなんだよね。ずっと維持されないんだよね。これ、駅のこっち側って、資材置けないの？ここら辺とかに。あとは、あ、ここら辺住宅どんどん建ってる。あと、どっか育ててる。おー、ここら辺発展すごいな。これ何？スポーツショップ。そういうの伸ばせないじゃん。そんなところのスポーツショップ建っちゃうと。で、ここ4番線がまだ何も通ってないんだよね。こっち側に伸ばせるかな。こう行って、ブヨーンっていけないかな。すっごい長くなっちゃったけど、いけそう。あ、向こうにも、資材工場あるね。ちょっとやってみる？あー、ここら辺ギリギリ発展しそう。ここら辺を支点として。どうしようかなーと、ここだと、どうなる？あー、息ぶつかっちゃう。ここの道、こっち側の道沿いか。こっち側だとちょっと周り何もないからな。こうした後、こうしてアパート潰して、で、こうかな。これなら、ああ、いけるいける。で、こっちの路線で、こう、おお、完璧。やった。こっちがこういけるかな。あ、いけるいける。これでどう？
まずこっちの駅を、こっちの駅を拡張させましょう。これでいいかな。で、こっちはつないであって、あ、こっちはそっか、つながってないんだっけ。できる？あ、できないか。ここには新駅建てないとダメなんだね。こんな感じ？ここら辺にも一個建てとくか。ここら辺にも一個建てて、ここら辺も一個欲しいね。あとは、あ、ここら辺も中心部だから。これでいいかな。で、資材がない場所がここら辺あるんだよね。こちら辺もちょっと資材が欲しい。そして、こんな感じかな。電車は機関車でいいかな。やはり機関車ばっかだな、ここ。あ、でもどうしよう。そんなに資材いらないか。一二つでもいいかな。よし、これでいこう。営業時間は6時ぐらいでいいかな。で、貨物扱いはどうしようか。ここはなしでいいかな。こっちは貨物扱いは一応あり。ここは、ここは貨物扱いなくても大丈夫か。工場が近くだもんね。ここは貨物あった方がいいか。で、こっちは全部積んで、こっちは貨物は全部積む。これでどうでしょう。ちょっと様子を見ていきましょう。ここら辺次第、あ、ここまで届くってことか。もしここら辺、中心部ら辺にも置いときたいよね。よし、オッケー。こっち側どう？あ、こっち側もどんどん家できてる。すごい。ここら辺駅一個ちょっと建てよっか。こんな感じ？この駅の名前は4駅か。じゃあ、こっちか、電車の方で。これかな？貨物扱いは、下ろすでいいか。こっちの電車も、そっか、やんなきゃいけないから、全部下ろす。じゃあ、お姉さんお待たせしました。島の西側に資材工場があることをお伝えしましたが、石川以外にもこの島にいくつかの資材工場があります。活用することでより潤沢に資材を確保できるようになると思いますので、いくつかご紹介しますね。まず、島の北西にある資材工場です。使ってます。北の側の開発をする際には、この資材工場から輸送するといいでしょう。次は北東にある資材工場です。あ、こっちにもあるんだ。資材置き場がないので、資材工場の近くに資材置き場を建設することで資材を貯めることができます。幕の内駅に近いので、幕の内駅の貨物範囲内に建設した資材工場があれば、輸送することもできますよ。ああ、ほんとだ。あ、でもちょっと離れてるな。ここら辺開発すごいな。こっち側にもちょっと置きたいよね。よいしょ。資材届いてる？あれ、ここの4番線ってここの駅の設定してたっけ？ちょっと確認しとこう。どれだっけ？これかな？貨物扱い。あー、やってるやってる。オッケーオッケー。今度青いマークだ。なんだろう。列車の運行でお困りなことはないでしょうか？列車の運行、多くの列車を運行することができないと、街の停にもなかなか勢いがつきません。
そんな時は以前にもご紹介されてますが、線路をこのようにつなぐことで同時に多くの列車を走らせることができます。循環する線路を作れば多くの列車を運行させることができるので、街の発展も加速していくことでしょう。確かにそれできそうだね。ここをこうキュッてやって、あ、でも向こうができないのか。もうなんかスポーツショップ建てられちゃったからできないんだよね。それじゃ意味ないか。仕方ないね。あ、今回の売り上げだって。売り上げは確か一番下を見ればいいんだよね。あ、12億円売り上げてる。オッケーオッケー。資材がまだまだ足りない感じだな。足りてる？あ、こっちは足りてるね。全然。駅周辺は活性化してきましたか？いろいろな建物が立ち詰めると楽しくなりますね。多くの列車が乗り入れ、駅の利用客が増加することで駅の周辺も発展してきます。駅の利用者数が増えれば発展の勢いも変わってきますよ。時々発展状況を確認してみてはいかがですか？以前もお伝えしましたが、確認したい駅をタッチすることで駅周辺の発展状況を確認できます。発展が進行しているようでしたら問題ありません。もしも発展の様子が全くない駅がありましたら、建設する駅を誤ってしまった可能性が考えられます。車庫や仮乗降場を建てても周囲は発展しません。発展させるためには旅客駅を建ててくださいね。発展の勢いが弱いようでしたら、まだまだ発展の余地があります。利用者数が増えるように頑張っていきましょう。ということで、ああ、ここら辺もなんか二重でできそうだね。ここビーってやって。こっち側は、旅客列車だけとかしてみる？ここまでいける？いけるね。ここまでちょっとやってみようか。よいしょ、ここでいいかな。あ、間違えた。オッケー。で、ここは地上駅でいいかな。ここは別に必要ないかな。で、こっちもホーム数増やして、でもこっちも同じく。これでいいかな。何両編成しよっか。今の状況だと3両ぐらいかな。で、これをこっちに配信って、5時乗るかな、人。これちょっと様子見てみましょう。列車は問題なく運行していますか？ご不明な点はありませんか？駅周辺が発展し、利用者数が増えると、満員で列車の乗客できず、お客様は駅に残される乗り起こしが発生することがあります。乗り起こしを解消すると、より多くのお客様が乗降し、駅利用者数が増加するので、駅周辺の発展につながります。列車の運行状況を確認して乗り起こしがないか調べてみてはどうでしょう。乗り起こしの出る列車があった場合、編成数を増やしてください。また、到着した列車が駅のホームよりも長い編成数だった場合、駅からはみ出している車両にお客様が乗り降りしません。こういった場合は駅を改築してホームを長くしてください。電車の問題を解消することで駅の利用者数も増加していくことでしょう。はい、というわけで本日はここで終わります。どんどん開発進んでいきます。次回こそクリアできるでしょうか。はい、ありがとうございました。